西論島はインド洋に浮かぶ当初の一つ。現在はスリランカの故障を使う場合もある。茶のプランテーションが広がる内陸の山岳地全島がスリランカ民主社会主義共和国の領土となっている。面積は約6万5000平方キロメートルで世界で25番目に大きな島である。赤道に近いことから熱帯雨林気候が多くを占めるが内陸の山間部には 冷涼な地域も存在する。19世紀のイギリス統治下で、プランテーション作物として導入された茶の栽培は、気候と土壌に恵まれて、高品質を維持して親しまれており、現在でも、セイロン等で採れる茶で作った紅茶のことを、セイロンティーと言い,い、登録商標になっている。また、今はほとんど使われていないが、トルマリンのことを、セイロン石と呼ぶこともある。これは、 トルマリンの語源がトゥラモーリーに由来するためである。1692年の地図。セイロンの名称が記されているセイロン。インド洋で交易に従事したアラブ人商人は、この島の名を名まって、セレンディープ都市、16世紀に来島したポルトガル人は、セイラーン。イギリス人がセイロンと呼ぶようになった。セイロン島は1948年に、 イギリスの自治領として独立するが、その際の国名としては、正論が用いられた。しかし、その後は多数派民族新原人のナショナリズムの交流もあり、多少であり、植民地時代の印象を残す正論から、1972年に新原人の自称であるスリランカへと変更されている。現在は、島自体についても、スリランカの故障が用いられる場合もある。 スリは、シンハラ語で、聖なる、光り輝くという意味である。一方、ランカは、インドにおいて、古くからこの地をランカー島と呼んできたことにちなんでおり、ラーマーヤナに登場するラークシャサの王のラーバナの根拠地とされる、ランカー島をも指すと考えられてきた。スリランカ・チリ、気候も参照正論島はインドは大陸の南、インド洋のベンガル湾の南西、アラビア海の南東に位置する。 インドア大陸との間は、マンナール湾とポーク海峡により隔てられており、両海域の間には、アダムスブリッジと呼ばれる陸橋が存在している。島の中央から南部にかけて、山岳、高原地帯が広がり、北部から東部にかけては、平坦な土地が広がっている。面積は65,610平方キロメートルで、アジアで近いサイズの島と比較すると、 最北端のジャフナ半島から南のドンドラ岬まで直線で約4 5 0トル。乾燥地帯と湿潤地帯気温は年間を通じてに接し3度程度しか変化しないが地形による気候の差が激しい。青論島には雨季と寒季があり、年2回の季節風である南西モンスーンと北東モンスーンにより大量の降水がもたらされる。 西論島の気候は北東モンスウーンの時期のみに雨季が訪れる乾燥地帯と北東南西の双方の時期に雨季が訪れる湿潤地帯の二つに大別される。島の南西部が湿潤地帯、北部、東部、南東部が乾燥地帯である。熱帯雨林気候となる南西海岸などでは年間の平均気温は摂氏二十七度程度だが中央高地の山岳地帯では 冷涼な西岸海洋性気候の下、平均気温も15摂氏16度程度となる。アダムスピークと中央高地島の南寄りの中央部は標高2000メートル級の山岳地帯であり、西ン島最高峰のピドルタラーガラ山はここに位置している。また、最長の川マハウエリ川もこの辺りを水源とする。中央部から島の北側に行くにつれて土地は少しずつ低くなり、 ダンブッラやシーギリアあたりになると、ほとんど、ヒラノとなる。山岳化川湾、海峡島諸半島森林正論像、スリランカの野鳥一覧も、参照固有種スリランカの州詳細は、スリランカの州を、参照全島が、スリランカ民主社会主義共和国の領土となっている。スリランカの行政上、島内は9つの州に分割されており、首都、 スリジャヤワルダナプラコッテと最大都市コロンボは共に島の南西海岸沿いの西部州に位置している。島内の多くの地域においてスリランカの最大民族であるシンハラ人が多数派を占めるが東海岸沿いの東部州とジャフナ半島を中心とする北部州においては少数派民族のタミル人が多数派を占めている。スリランカ経済も 三照人口の4分の1にあたる約580万人が最大都市コロンボのある西部州に居住しており、コロンボが経済の中心地となっている。島内には通常の道路網に加え高速道路や鉄道が整備されているが、いずれの交通網もコロンボを起点に放射状に整備されている。農業においては稲作を中心にココナッツやゴム、サトウキビ、 それに、茶の栽培が活発に行われている。中でも、中央高地の冷涼な気候を生かした紅茶は、2012年現在、世界第4位の生産量を誇り、セイロンティーとして、名産となっている。スリランカ、ラージストシティーズ、ワールドギャザティア、2013年2月16日閲覧、ポピュレーションオブ SRI、ロンカバイディストリクト。 センサスオブポピュレーションハウジング2011スリランカ統計局2013年2月16日閲覧日本の場合登録番号5214282権利者スリランカ国ティーボード旅の季節地球の歩き方 D30 スリランカ2011から2012年版ダイヤモンド社 PP 390から 391ISBN 978から4から478041451スリランカの農林水産業が異嬌農林水産省2014年11月1日閲覧ありがとうございます